デレック・プリンス・ミニストリーズシリーズ御霊の賜物を用いる第3回、御霊の賜物を用いる力と啓示の賜物。前回の学びで異言、解き明かし、予言という3つの声の御霊の賜物を取り扱いました。私は皆さんがこれらの賜物を用いるように導きました。少なくとも約8割の方に良い結果が出たので神を褒めたたえます。このシリーズの残りの1つの学びは、力と啓示という2つの見出しの中の残りの6つの御霊の賜物を簡単に見ていきます。3つの力の賜物があります。最初の力の賜物は信仰です。新約聖書には信仰が多くの方法で用いられています。義人は信仰によって生きる、私は信仰によって生きるというタイトルの本を持っています。それはすべてのクリスチャンがクリスチャンとして持っていなければならない信仰の類です。そしてガラテヤ5章に信仰が御霊の実の一つとして挙げられており、実と賜物は別物です。その違いを理解したいのであれば、クリスマスツリーとリンゴの木を考えてみましょう。リンゴの木は実をつけます。その木が実を結ぶためには長いプロセスがかかります。すぐには実りません。育てなければならないのです。一方、プレゼントを運び、あるいはプレゼントの影を薄くします。プレゼントはツリーの下に少しの間置かれ、すぐに片付けられます。時間は関与していません。それが贈り物の本質です。受け取るのに30秒もかかりません。それが違いです。さて、実は非常に重要ですが、私たちが今取り扱うのは賜物です。信仰の実は通常忠実さと訳されます。実際、信仰というギリシャ語とヘブル語はどちらも主に人ではなく性質を表します。信仰の本質は忠実さで、神への献身です。ある特定の教理を行うことではありません。それは二次的なものです。しかし、私たちが今話しているのは忠実さの実についてではなく、瞬間的に受け取る信仰の賜物についてです。信仰の賜物とは何でしょうか。私の答えは、神に主権があり超自然的に与えられる神ご自身の信仰のからし種です。私たちが求めるのではなく、神が与えてくださるものです。二つの御言葉を見てみましょう。マルコ11章20節から23節で、イエスがイチジクの木のところに来て、それに怒った箇所です。イエスは言われました。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。これが普通の翻訳ですが、ギリシャ語では神の信仰を持ちなさいで、それは昼と夜ほどの違いがあります。イエスは、もしあなたが神の信仰を持つなら、あなたが語ること、あなたが行うことは神ご自身がされたかのようになされると言っているのです。あなたの信仰ではなく神の信仰です。つまりイエスが言っているのは、私のうちにある神の信仰が私にその木の運命を決定することができる。私が語った言葉はまるで父なる神が語ったかのように効果があるです。そして忘れてはならないのは、神が語ることによってこの世界を作られたことです。それから神は23節でこの約束を与えられています。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。それは実に何もかもということです。誰でも語ると
何でも言った通りになると言っています。しかし単純にあなた自身の決意からそれができるのではなく、その状況に神ご自身の信仰をただ賜物としてあなたに与えてくださるのです。さてそれと並行してマタイ17章20節で同じ出来事が描写されています。イエスは言われました。もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。そうイエスは、もしそれが神の信仰であるなら、多くのものを必要とせず、あらゆる種の中で一番小さなからし種が山を動かすと言っています。つまりあなたの信仰の量ではなく、その信仰の質です。信仰の賜物は特別な働きのためにある特定の状況においてあなたに与えられた神の信仰の小さなからし種です。あなたがそれを用いるならば、神ご自身のように効果的に働くのです。一旦その働きが終わると、あなたは日々生き抜くための自分自身の信仰のレベルに戻ります。それが信仰の賜物で、通常促進の働きをするものです。それは次の2つの賜物を解放することが多いです。では次の力の賜物、癒しの賜物に移りましょう。言語はすべて複数形です。私は個人的にすべての癒しは賜物であると信じたいです。そして通常それは特定の癒しのタイプに対する特定の信仰を持った特定の働き人のものであると分かります。例えば私は背骨の問題のために信仰があります。大腸炎に対する信仰があります。喘息に対する信仰があります。関節炎のための信仰があります。しかし人々が考えるほど以前は私にはそれほど信仰がありませんでした。最近パキスタンで10人の盲人が視力を得たのを見るまでの最近までです。それは次に何が起こるかということがほとんど予想できない新しい展開でした。しかし何年か経った今、私は背骨の問題を持った人のために祈り、そのほとんどが癒されています。癒しの賜物の乗り換えには2通りあります。それぞれの癒しははっきりした賜物です。またある人々は関節炎や転換などの癒しの賜物があります。また聴覚障害者や視覚障害者、腸疾患の癒しの賜物がある人もいます。その癒しのためにさまざまな方法が用いられます。私たちは聖霊に敏感でなければなりません。本質的に癒しの賜物は病に対する神の超自然的な力です。いいですか、癒しは病と関連しています。癒しを受け取ることができる人とは病人だけです。ルカ5章17節で言われています。イエスの交渉外の期間について語られている箇所です。ある日のことをイエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた。主の御力が癒しを行っていたというところに注目してください。神の癒しの力が病を追い出し、癒しにとって変えられたのです。それはしばしば手を置くことを通して、時には油を注ぐことを通して、またさまざまな方法で聖霊が解放されることによって与えられる超自然的な力です。しかし、癒しは病と関連しています。次の賜物、奇跡はさらに深いものです。奇跡は癒しを超えています。例えば、私の奉仕で何度か起こった例です。あなたが中耳炎にかかっている人のために祈り、癒されることがあります。しかし手術で中耳を取ってしまった人がいたとして、あなたはすでにない中耳を癒すことができません。しかし奇跡は中耳を回復することができます。このようなことがありました。一人の男性が私のところに来て言いました。私の耳のために祈ってください。私は彼の耳にどんな問題があるかを尋ねなかったことを神に感謝します。そして私は祈り、彼は戻ってきてこう言いました。
癒されました。私は聞きました。どのような癒しでしたか？彼は答えました。私は中耳がなかったのですが、今はあります。医者に診てもらったら普通に耳があるということです。それは奇跡です。お分かりですね。それは癒しを超えています。またその違いは、奇跡はしばしば瞬間的であることです。必ずしもそうではありませんが、目に見えることが多いです。一方、癒しは目に見えないことも多いです。誰かの感動が癒されても、あなたはすぐに目で見えるものは何もありません。多くの場合、それはまた徐々に起こります。人が癒されるということを理解することは重要です。人は奇跡が起こらなかったら何もなかったと考えます。しかし彼らは癒しを受けているのかもしれないのです。そのことを理解することは非常に重要で、なぜならあなたが癒しを受けているなら、あなたの応答によるものであることが多いからです。私は人々に、さあ、あなたは神の超自然的な力の中に入っています、その中にとどまってくださいと言います。どのようにするのでしょうか？基本的に神に感謝することによってです。主よ、感謝します。あなたの力が私の体に働いていますというのです。あなたが激痛や症状を感じたとき、いつもこういうのです。主よ、感謝します。あなたの超自然的な力が私の体に働いてくださいます。あなたがそのように応答するとき、癒しが完成されます。しかし、もしあなたが祈ってもらうためにやってきて、神があなたに触れてくださっているけれども、あなたは完全な癒しを受け取らず、あなたが戻っていき何も起こらなかったというなら、あなたはスイッチを切ったことになるのです。わかりますか？その後、それ以上のことは起こりません。ですから、人々にこれらのことを教えるのはとても大切です。奇跡は通常、信仰の単純な行為によって解放されます。多くの奇跡をした預言者エリシャを見てみると、彼が行ったほとんど全ての奇跡がむしろ信仰の驚くべき行為によって解放されました。例えばエリコの外にあった井戸は水が腐っていました。塩の皿を取って井戸に塩を投げ込んで言いました。主はこうせられる。私はこの水を癒した。誰でも塩が水を癒すとは思っていません。しかしあなたが2000年以上経った今、その井戸に行ってみると、それは今も癒されているのです。塩が井戸を癒したのではなく、信仰の小さな行為が神の奇跡の力を井戸の中に解放したのです。別の時に預言者の息子たちが一つの鍋から食事をしていると、それに毒が入っていると気づきました。エリシャは麦粉を手で取って鍋の中に入れて言いました。主はこうせられる。鍋は癒された。それは癒されました。麦粉が鍋を癒したのではなく、単純な行為が癒しの奇跡を鍋の中に解放したのです。また別の時には、彼の弟子がヨルダン川沿いに何かを建てようとして出て行き、借りた斧で木を切り倒して斧を振り下ろした時、斧の頭がヨルダン川にはまってしまいました。ヨルダン川に行ったことがなければわからないと思いますが、泥の川です。少なくてもそこには10センチ近くの純粋な泥があります。ですから斧の頭は川底に横たわっているだけではなく、泥の中に埋まって見えなくなってしまいました。エリシャが一本の枝を取ってヨルダン川に投げ入れると、浮き上がるように斧の頭が浮かんできました。木の枝が斧の頭を浮かび上がらせたのではなく、ヨルダン川に木の枝を投げ入れたことが奇跡が働く力を解放したのです。お分かりでしょうか？原則が分かりますか？通常、奇跡を解放するために何か馬鹿げたことをしなければなりません。生まれつき目の見えない男がイエスのところにやってきたとき、イエスは地面に唾を吐きました。もちろん説教者がみんなの前で唾を吐くことはしませんね。イエスは唾液で泥を作り、男の目に塗って言いました。行ってシロアムの池で洗いなさい。なんという馬鹿げたことでしょうか。しかしその男は言われた通りにして見えるようになりました。泥が彼を癒したのでも、池が癒したのでもなく、その男が信仰による応答をしたときに、イエスの行為こそが奇跡が働く力を解放したのです。
それが3つの力の賜物の簡単な説明です。では啓示の賜物に移りましょう。まずほとんどの翻訳が知恵の言葉となっていますが、ギリシャ語では知恵の一つの言葉です。それは信仰の賜物にほとんど似ていますが、知恵であると理解しています。神はすべての知恵を持っておられます。しかしもし神がすべての知恵を私たちにどさっと落としたら、私たちはその重みに崩れてしまうでしょう。しかし私たちに知恵が必要な状況では、それは自然な手段によって可能なのではありません。神が超自然的な知恵の言葉、神ご自身の知恵の小さなからし種を与えてくださるのです。知恵の性質は指示的で、どのように進むかを示します。あなたに何をするかを示します。知識の言葉は似ていますが、それは知恵ではなく知識です。神の知識の小さなからし種が特定の目的を完成するための特定の状況において与えられるものです。20〜30年前、知識の言葉は神の民の間にほとんど存在しませんでした。今日それは比較的一般的なものになっています。そのことを神に感謝します。それが働く方法の一つは、主がその場にいる特定の人の病気を示されるというものです。その人が呼ばれて、その人の問題が明らかにされるとき、癒しを受け取るためにその人に信仰を生み出します。お分かりですか？神は私たちに信仰を生み出させるために常に働いておられます。ある意味、賜物の本当の目的は信仰を作り出すことです。妻は時に、一緒にいる時に知識の言葉の賜物を与えられます。去年の4月、私たちはイギリスにおり、私は癒しの集会ではない日曜日の朝の礼拝でメッセージをしていました。私が起きる直前に妻は私をトントンと叩いて言いました。主が知識の言葉を与えてくださったと思うんだけど。私はいいね、それを分かち合ってくれないか。しかしそれをする前に、私は自分の民族であるイギリス人を知っていたので、彼らに応答についてのちょっとした講義をしました。私はそこに座ったままでこのように言わないでください、それは私かもしれないとか、こんな大勢の人の前で立つのは恥ずかしい、なぜならあなたは神を逃してしまうからです。もしあなたがそうであるなら、立ち上がって前に出てきてください。あなたのために祈りたいと思います。そして妻が立ち上がって、右目の視力を失いかけていると思われる人について説明しました。すると2列目に民族衣装のサリーを着たインド人の女性がいて、妻が半分も言い終わらないうちに彼女は講談にやってきました。お分かりですか？それがインド人とイギリス人の違いです。彼女は言いました。私がこの集会に来たただ一つの理由は、右目が見えなくなると思ったからです。私は、あなたはクリスチャンですか？と聞きました。彼女は、私は純粋なヒンズー教徒ですと答えました。このように神が彼女を引き寄せたのです。それは神が彼女を福音に向き合わせることのできる唯一の方法でした。私はこう聞きました。イエスの御名によって祈ってもらいたいと願いますか？彼女は、はいと答えました。あなたはイエスが神の子であると告白しますか？彼女はよく考え、はいと答えました。彼女はそれを告白し、私たちは彼女のために祈りました。彼女は夕方までに見えるようになり、多くの奇跡をすべて見ました。最後に私たちのところへ来てこう言いました。私のヒンズー教に何が起こったのかよくわからない。妻は、あなたは神が見させてくださったことに応答する責任があるのですよと言いました。もう一つの例は、昨年の夏のオランダのアムステルダムでのユース・ウィズ・ザ・ミッションでのことです。私たちは癒しの集会を持っており、神は妻に知識の言葉を与え、体に変わった切り傷がある人について話しました。彼女はあまりにも奇妙だと感じたので、ちょっと違ったふうに表現しました。しかし彼女がそれを話すと、若い男性が立ち上がり出て行って言いました。それは私です。私は背中の手術をしましたが、こちら側から全体を切らなければならなかったんです。私たちは彼を椅子に座らせ、こう聞きました。
あなたはクリスチャンですか？彼はそうですと答えました。私たちがあなたはいつ救われましたかと聞くと、昨夜道端でと答えました。それはとても素晴らしいと思いませんか？神は彼に、彼という人物にどれほど興味があるかを示したのです。神は彼が前に来て癒されるように選び出したのです。このメッセージが終わる前に知識の言葉が与えられるかもしれませんが、次の例の見分けに移りましょう。実はそれはどちらも複数形で、霊たちのいろいろな見分けという感じです。さまざまな癒しの賜物、さまざまな奇跡の賜物、異言の種類などのように、いくつかの賜物は言語では複数形になっています。見分けることとは、二つのものを認識すること、識別することです。霊を見分けるとは、霊を認識し見分ける、あるいはその違いを区別することです。それは霊的感覚の一種です。つまり神は二つの方法でそれを掲示することができます。神は知識の言葉を与えることができます。誰それは恐れの霊がある、転換の霊がある、死の霊がある、それが一つです。あるいは神はご自身のしもべを示され、あなたにはそれがわかりますが、目に見えるものではありません。妻と私が頻繁に出くわす特定の霊があり、私たちはほぼ即座に認識できる霊があります。一つは死の霊です。その人の顔や目に現れている死の霊を持った人がいます。もう一つは魔術です。私たちは5年ほど前にオランダにいました。そこで癒しの集会を持ち、多くの人が前に出てきていました。一人の若い女性がいて、インドネシアからの方だったと思いますが、妊娠後期を迎えていました。おそらく妊娠8ヶ月にはなっていたはずです。彼女が前に出てきました。私たちが手を置いた時、彼女は叱られた猫のようになりました。つまり彼女は私の目に爪で引っかこうと暴力的になりました。二人の男性が彼女を抱えました。私たちは魔術の霊を感じました。それに出ていくように命じ、彼女は解放され元に戻りました。それから彼女はこのように興味深いことを私たちに言いました。私は完全に理解したわけではありませんが、彼女はその集会に行かないとサタンと契約を結んだと言ったのです。そのように彼女は奇妙な背景を持っていました。その後15人のために祈りましたが、彼らは皆魔術の霊を持っていました。見分けることは悪霊に限定されるものではないことを言いたいと思います。聖霊を見分けることは重要で、聖霊がおられるところでは聖霊がなしてくださいます。イエスが、これこそ本当にイスラエル人だ、彼のうちには偽りがないとナタナエルに言った時のように、人間の霊を見分けることができると思います。それはかなり稀なことです。しかしイエスはナタナエルのうちにあった偽りのない霊を見分けました。それがその賜物の簡単な要約です。今行動に移る必要があると思います。私はこのことを全く聖霊に委ねています。聖霊様が働いてくださらなかったら何も起こらないでしょう。しかし聖霊様はとても誠実なるお方であると宣言します。賜物を実践することは危ない橋を渡るようなものです。危険を犯さなければなりません。危険を犯さない人はこの領域において決して何もしないのです。ですから妻にも手伝ってもらって、多くの場所で通常行っていることですが、美容人のために祈ります。神が1970年代に私に与えてくださった特定の賜物を実践します。ですからその賜物について自信を持っているということができます。私はその賜物を15年間用いてきて、何千人もの人々がそれを通して癒されるのを見てきました。私たちが祈るすべての人が癒されるわけではありません。私たちが覆すことのできないある特定の神の権威というものがあります。この賜物は信仰の賜物で、特定の種類の体の問題に対する超自然的な信仰です。何よりもまず両足の長さが違う、足の不自由な人、そして背骨の問題のある人のために祈ります。
実を言うと背骨の問題のある人のほとんどが足の長さが違っているのです。背骨に問題があって足の長さが全く同じという人はほとんどいません。私はこの分野で指圧療法士たちにメッセージをし、彼らはそれが機能すると認めたのです。それは非常に奇妙ではありますが、私は皆さんに何か狂った理論を提供しようとしているのではありません。私が最初に公に人の足をチェックし始めたとき、私のクリスチャンの友人がそれをするのは危険だと提言しました。私は聖書学者としての評判を確立したばかりでした。人々の足をチェックして回って長さを測ることは私の評判を損なうことになるかもしれないのです。しかし私は生き残っています。結果の上だと思います。癒しの集会で人々に伝える私たちの動機は医者や歯医者と全く同じようなものです。私たちの目的は病人を癒すことです。やり方は異なりますが動機は同じです。私はいつも医者や歯医者、看護師などの存在を神に感謝しています。この世界には非常に多くの病人がおり、私たち皆が兵士になったら全ての必要は満たされることができません。特に第三世界といわれる途上国などで病人を見るとその光景は耐え難いです。私は人間の必要と苦しみに圧倒されてしまいます。しかし私たちにできることを行います。それが私たちのできる全てです。ですから私はこの賜物を実践していきます。背骨の問題を持った人々に祈ることから始めます。それを始めて以来、患者に不足したことはありません。アメリカ人の 50% 以上が背骨の問題を持っていると思われます。これについて打ち破りのメリットは、第一に多くの対象者がいるということです。第二に結果が目に見えることです。お分かりですね。人々は怒っていることを見ることができます。数十年前、クリスチャンは生涯のうちで目に見える奇跡を見たことはありませんでした。幸いなことに大きな変化がありました。しかしたった一つの目に見える奇跡が人々の外見や教会の改修を完全に変えることができます。一つの話をしましょう。これは興味深い本当の話であることを言っておきます。何年か前、あるアメリカの町の福音派でカリスマ派ではないメソジスト教会で話すように頼まれました。9時から10時、11時から12時までの2つの礼拝があるということでした。その両方で話してほしいということでした。福音派という境界線の中にとどまることはとても安全でした。そして10時から11時までの待ち時間があることに気づきました。そしてある思いやりのある数名の方が来てこう言いました。大人の聖書クラスにいらっしゃいませんか。実は少しも興味はありませんでしたが、ブラブラしているよりはいいと思い、いいですよと答えました。全く知らされていなかったのですが、 2,3 の異なるクラスに連れて行かれ、彼らはこう言いました。お話しされますか。彼らは事前に何も言ってくれてなかったので、私は何を話したらいいのかと思いました。この人たちに教会で起こることを話しておく必要があると思いました。ですから彼らにカリスマ派のムーブメントを説明しようとしました。彼らは応答せず、それは彼らの範疇には全くないことでした。私は失敗したと思いました。ですから私は彼らに御霊の賜物について教え始めました。地球上に住んでいる人々にとって月の裏側を説明するようなことでした。つまりうまくいきませんでした。それで私はやめて思いました。これは無駄な時間だ。私はこう聞きました。この中で足の長さが違う方はいますか。するとある人が手を挙げました。私は祈ってもいいですかと聞きました。彼ははいと答えました。椅子を持ってきて椅子に座ってください。私は彼を椅子に座らせ足の長さを見ました。近くにいた人はほとんどその長さの違いを見ることができました。彼の短い方の足が伸び、私ははいいいですよと言いました。それが起こった瞬間、人々の態度は完全に変わりました。みんなが祈ってほしいと願いました。私は四つん這いになって人々の足を測り祈って回りました。膝の上に毛布をかけた女性が祈ってくださいと言いました。
ですから私は行って彼女の足を持ち上げました。片足が短く、それは伸びました。私は、はい、いいですよ、と言って次の人に移りました。その少し後で私はさっきの女性がとても興奮しているのを見ました。彼女は私に、あなたが私にしてくださったことをあなたは知らないと思います、と言いました。私は、わかりません、教えてください、と聞きました。彼女は、私はここに来るまで多発性硬化症があったのです、でも今はもうないと思います、と言いました。私は、あなたがそれがないというなら見てみましょう、と言い、彼女を椅子から立たせ、みんなの前で屈伸運動をさせました。彼女は完全に強くなっていました。私は彼女が多発性硬化症であるかどうかは分かりません。もしそれを知っていたら、きっと神の方法を取ったと思います。なぜなら、私は自分の考えを紹介しようとしていたからです。私は自分の持っているものを解放し、彼女がそれを受け取ってくれたのです。話の結末はこうです。そのクラスの最後にみんなが出て行ってしまうまで自信なさげに待っていて、こう言いました。プリンス先生、私はローマカトリック教徒です。今日初めてプロテスタントの教会に来ました。プロテスタントの教会がこの世であるとは知りませんでした。人々は簡単には熱狂的になりません。私は一生懸命働きました。しかし多くのことは起きませんでした。そして私は列に並んでいる3人のために祈り、彼らは癒されました。それで私は冗談でこう言いました。彼らはカトリックに違いないね。ところが本当に彼らは3人ともカトリック教徒でした。つまりペンテコステ派が得られないものをカトリックが得るということをあなたは信じることができないでしょう。二つのことをお伝えすることを忘れていました。第一に、一般的に癒しの働きをするとき、悪霊を外に追い出します。それはイエスの奉仕においてとても頻繁に起こりました。今日も起こっています。あなたが神に呼ばれたなら、つまり神があなたに関心を持っているなら、神はあなたが癒されるのを望んでおられます。いいですね。私たちがすることは、皆さんに手を置いて祈るだけです。あなたは何が起ころうともただ受け取ってください。もし神があなたに身力が働かれるなら素晴らしいです。もし何も起こらなくても受け取ったのです。いいですね。息を吸い込んで神の癒しの臨在を受けてください。そうです。主を感謝します。父を感謝します。イエスの皆によって、アーメン。神に感謝を捧げてください。それは信仰の純粋な表現です。大きく深呼吸をして、神の癒しの臨在を受け取ります。そうです。すべての不安をイエスの御名によって取り除きます。アーメン。私たちがやろうとしている方法はこれです。フェニューさん、手伝ってくださいますか？来て、ここの椅子を少し前に移動させてください。そしてルース。私の聖書とアウトラインを持って向こう側へ行って彼らを2つに分けてください。そしたらこっちへ来てそこに立ってください。はい、 OK です。賜物を理論と神学の領域からの実践的な経験の領域へともたらすことです。それが私たちの目的です。妻のルースに御言葉が与えられたのでそれを先に聞きましょう。私はこの中に胸の痛みを抱えている人がいると感じます。医者にはまだ行っていないけれど心臓の問題ではないかと恐れています。自分がそうであると思う人、主が今あなたに触れてくださいます。こちらへ来てください。フェニューさん、支えるのを手伝ってください。あなたは医者ですか？何の博士ですか？体系神学、素晴らしい。ここに来て。私はとんでもない神学者の一人です。そうです、すいません、余計なことを言ってしまいました。多くの神学者が自分たちが持つべきものを神の民が得ようとすることを妨げるので私がそれをするのです。あなたがここにいてくれることは素晴らしいです。父よ、私たちの兄弟姉妹に触れてくださることをイエスの御名によって感謝します。イエスの御名によって、アーメン。主はあなたに輝かしい未来を用意していることを伝えたいと願っていると信じます。神はここでの体験から暗闇と死の影に座り込んでいる多くの人々に対する導き手、
教師となるというあなたに新しい扉を開かれます。ですから大胆に大しくあってください。ためらわないでください。恵みと知恵を持って神があなたに示してくださるすべてのことを語り、神はそれを喜び、次に続く印を持ってそれを確かなものとされます。アーメン。主を感謝します。主に賛美を捧げましょう。では背骨に問題のある人々を招きたいと思います。4つの椅子しかありません。前に出てくる前にその場で立ってください。背骨のために祈ってほしい方とお話ししたいと思います。藤色のブラウスを着たその女性、あなたの問題の状態はどうですか？医者にかかっている？脊柱視圧死、どんな診断でしたか？では自分の問題をちゃんと知っているわけですね。ストレス、多くの人々と同様ですね。ここに来て座ってください。はい、そこの女性、脊髄の問題ですね。どうぞ来てください。医者の診断を受けたことがある人を確かめたいのです。そうすると人々は、私がそれらの問題を作り上げていると思わないでしょうから。あなたの問題は、あ、そうですか、ここへ来て座ってください。今までにたくさんの背中に痛みを持った人を見てきて、それに何かの対処をしてきた人を感謝します。その腕を組んだひげの紳士、あなたの問題は、来てください。あなたの問題の一部は、あなたがそれをこだわらなかったことにもあります。それは触れられるべき問題で、その椅子に座ってください。では残りの皆さん、祈りと礼拝の心を持って臨んでください。それは目を閉じたままにしてという意味ではありません。単なる観客にならないでください。私たちが祈っているこの方々に関わってください。いいですか？ではこの女性から始めましょう。あなたの足を確かめてもいいですか？右足が少し短いですね。今伸びているのを感じますか？神があなたのために持っておられるものすべてを受け取ってください。聖霊に委ねてください。そうです、はい、いいです、いいですよ。それは痛みの悪霊で追い出しましょう。イエスの皆によって出ていけ。そうだ、イエスの皆によって出ていけ。席をして出ていけ。お前は出ていかなければならない、完全に。アーメン。イエス様、感謝します。主よ、この方の生活のストレスとなっている緊張の力を砕きます。そう、息を出して、息を吐き出して出て行かせてください。それがストレスです。息で吐き出してください。あなたは協力しなければなりません。さらに来ています。出て行かせてください。すべてを、半分ではダメです。長年あなたを苦しませてきた敵を憎んでください。こう言ってください。サタンよ、イエスの皆によって私を解放せよ。あなたはオカルトとあらゆる接触を拒絶しますか？解放の働きに携わったことのあるカウンセリングスタッフがいたら教えてください。はい、前に来てください。彼女にすっと付き添ってください。あまり積極的にしないで、ただ彼女の信仰を励ましてください。完全に解放されるために励ましが必要なのです。この状況では一人だけで全てを時間を取ることはできません。ではあなたの問題をもう一度教えてください。はい、わかりました。あなたにお聞きします。長くなってほしいですか？短くなってほしいですか？それはよかった。短くなるのは難しいですからね。足を出してください。つま先を外に向けてください。あなたはかなり標準的な人です。左足が少しだけ短いですが、今伸びているのがわかりますか？それが神の力があなたに働いているという証拠です。必要のあるすべての領域にその力が働くように、ただ受け取ってください。主を感謝します。私たちはたった今その一例を見ました。もう一つは、私が妻のルースに初めて会った時、椎間板ヘルニアと背骨の湾曲がありました。現在妻は椎間板ヘルニアもなく、背骨もまっすぐです。彼女には人々と共に立つ本物の信仰があります。さて、あなたの問題は何ですか？矯正器具をつけていますか？確かに問題がありますね。足の長さが違っていますね。左足が3センチほど短いです。私が話している間に足が伸びているのを感じますか？私たちを気にせず、すべてを受け取ってください。リラックスしてすべてを受け取ります。アーメン。主よ、イエスの皆によってすべての痛みから彼を解放します。あなたはとても苦しんできました。神は本当に愛してくれているのかと思ったことが多かったでしょう。とても失望しました。今日神はあなたを愛しているというご自身の誠実さを表しておられます。
あなたを思い、その愛は個人的なものです。単に多くの集団のものではありません。感謝します。主よ、アーメン。主イエス様、感謝します。手を挙げて神を褒めたたいてください。感謝を持って全てのものを受け取ってください。感謝します。主イエス様。では静かに主を讃えましょう。主を感謝します。さて、あなたは片方の足に何かをはめていますか？片方の靴を上げ底にしていますね？していない。わかりました。妻はあなたに無気力の霊があると言っています。皆さん、私たちがよく遭遇する他の霊は、人々の体を歪める不自由な霊と呼ぶもので、脊椎を曲げたり手足を不均等にさせます。ですから、それらのものに立ち向かうとき、あなたはあなたが特別なケースだと思わないでください。とても一般的なことです。私はあなたに触れ、何が起こるかを見ましょう。それが私のできるすべてです。あなたの足が今全く同じ長さであることがわかりますか？神は私が彼に触れる前に彼を癒しました。主を感謝します。アーメン。神があなたのために持っておられるすべてのものを受け取ってください。あらゆる絶望をめいたことをイエスの御名によって拒絶します。神が今あなたに語っておられると信じます。手を挙げてただ神を褒めたたいてください。私はあなたの手を通して受け取る大いなる信者ですと。アーメン。主よ、神の癒しの奇跡の力がこの手を、腕を通して彼の体に、彼の背骨に、彼の必要な全ての領域に流れていきますように、イエスの名によって主を感謝します。いいですよ、全てを受け取ってください。そうです、それを吐き出します。それは病気の霊です。吐き出してください。イエスの名によって全てを出ていけ。そうです、出してください。憎んでください。咳で出してください。喉から追い出してください。そうです、サタンよ出ていけ。お前はあらわになった。イエスの名によって今、神は皆さんが主に人生を捧げることを願っておられます。ここから神に背を向けて出ていかないでください。あなたの人生を主に捧げ、その場に座ったままで主と個人的に話してください。さて、時間と場所もないので、この人々には席に戻ってもらいますが、3人とも主とつながったままでいてください。神に感謝し続けてください。神様、あなたの超自然的な力が私に働いていることを感謝しますと言ってください。いいですね。そして、あなたはもう少し深いカウンセリングが必要だと思います。しかし、神がなしてくださったことを感謝するのをやめないでください。いいですね。あと5分しかありません。あと4人の人のために祈り、それでやめましょう。背骨に問題がある人で祈ってもらっていない人は、素早く立ち上がってください。そこの花柄のブラウスを着た女性、あなたの問題は？大きな声で言ってください。はい、来てください。その金髪の若い男性、そうです。あなたの問題は？来てください。それからあなたの問題は？あなたのような方を探してました。あと一人。白のストライプが入った赤いシャツの紳士。はい、来てください。他の人たちは神を礼拝し続けてください。目を閉じなくても構いません。私たちも参加するのですが、礼拝し続けながら参加しましょう。アーメン。では、時間もなくなりましたが、もう少し続けましょう。手短に何が起こるかを見ましょう。もう一度、あなたの問題を一言で教えてください。関節炎、わかりました。私は関節炎には通常悪霊を取り扱います。抵抗はありませんか？あなたが悪人だということではありません。悪魔があなたを苦しめているという意味です。いいですか？私が悪霊に出て行けと言ったら、あなたがすることは出て行かせること。その通りです。椅子にもたれかかってください。祈りますので、何が起こるかを見ていてください。あなたの左足は1センチちょっと短いですね。押し出そうとしないでください。自然にしていてほしいのです。伸びているのを感じますか？そうです、それは神の癒しのぬくもりです。アーメン。主よ、彼女をイエスの名によって関節炎の苦しみから解き放ちます。そうです、行かせてください。出してください。吐き出してください。イエスの名によって出ていけ。最後までそれを憎んでください。私たちはあなたの代わりに吐き出せないのです。あなたが追い出してください。では主に感謝を捧げ始めてください。そうです、主を感謝します。あなたの協力が必要です。私たちにはできないことです。そうです、自尊心を気にしないで。それは重要ではありません。
神に許しを求め、それを断ち切ってください。主よ、星占いとのあらゆるつながりを許してください。イエスの御名によって全てを断ち切りますと言ってください。そうです、あなたはサタンの主張をあらわにしました。悪霊に関わっている人は皆サタンに対する正当な主張をするのです。気にしないでください。それでいいのです。あなたを非難しているのではなく説明しているのです。主に感謝し続けてください。すべての惨めさを出し切ってください。取り除いてください。そうです、出て行かせてください。薬を処方されていますか？では薬の影響もあるでしょう。主よ、この命に関わるすべての悪魔の支配をイエスの御名によって打ち砕きます。イエスの御名によって。兄弟、彼女に付き添ってくれますか？まだ追い出すものがあると思います。時間に限りがあるので次の人に移さなければなりません。でも悪霊に憐れみをかけないでください。全部追い出して。さて、これはとても重要です。私たちは時にとても怒っているように見えます。私たちはその人物に怒っているのではなく悪霊に怒っているのです。悪魔を憎しむことは罪ではありません。悪魔を憎まないことこそ罪なのです。次、あなたはいつ事故に遭いましたか？これまでに神にあなたの人生にある呪いから解放してくださいと求めたことがありますか？ずっと。イエスが死なれた理由の一つは、私たちが呪いから贖われるため、イエスが呪いを着てくださったということです。あなたにつきまとう呪いはあなたの家族の背景から来ていると思います。それを受け入れますか？ではこう言ってください。主イエス様、私が呪いから贖われる祝福を受けるためにあなたが十字架の上で呪いとなってくださったことを感謝します。私は呪いを断ち切り、イエスの御名によって今祝福を相続します。そうです、あなたはそれを取り扱わないで癒されることはありえないと思います。では祈りましょう。あなたの左足は3センチほど短いですね。今こうして話している間に伸びているのを感じますか？いいですよ。では主に感謝を捧げ始めてください。力を抜いて。そうです、あなたは何かに縛られています。そうです、主を感謝します。手を出してください。そう、今何かが起こっています。主を感謝します。私は祈りながら同時に教えています。お分かりですか？癒されないほとんどの人はその人と癒しの間に障害があるのです。それは悪魔かもしれません、呪いかもしれません、憤りかもしれません。そして人々のために祈るとき、その障害となっているものを取り扱わなければなりません。そのとき知識の言葉や見分けの賜物があると非常に助けになります。お分かりですね。私はまだ祈っていない人々についての知識の言葉をもらいませんが、人々と話し始めると神が何をその人に言うべきかを示してくださるのです。はい、あなたは背骨が曲がっているんですね。どこから来ましたか？あなたの足は同じ長さです。ここに来てから主があなたを癒してくださったと思いますか？背骨の曲がっている人で両足の長さが同じ人は珍しいです。主を彼を不自由な霊から解放してください。イエスの御名によって。アーメン。次の人に行きましょう。そこに座って主に感謝をしてください。あなたの問題は何でしたか？足を出してください。左足が3センチほど短いですね。違いが分かりますか？伸びているのを感じますか？では祈りましょう。主に感謝し始めてください。これはあなたの時間です。そこに座って主に感謝してください。アーメン。主を感謝します。もう時間が過ぎていますが、もう一つだけ皆さんにお話ししたいと思います。それだけです。方法は一つだけではなく、いろいろな方法がありますが、あなたがこの種の働きをするなら、神があなたにしてほしいと願っている方法を示していただけなければなりません。しかし神に触れてもらいたいと願う多くの人がここにいるので提案があります。奇妙と思う人がいるでしょうが構いません。足の長さが違っていた人々で同じ長さになったという信仰を私は持っています。何をしたいかというと、場所の問題で困難ですが、やってもらいたいことがあります。皆さん椅子にしっかり座って、あなたの足を伸ばしてください。